そういう意味ではさあ2週連続登場、ヌクシェンディ対してミサワケット、もう本当にだからあれですね、クーペ近いんだなっていう感じがありますね。やっぱりね、ヌクチュンリーで剣というとね、はい、やっぱりあのどうしても獣道がイメージされるじゃないですか。確かに、はい、やっぱそのあたりも含めて見てもらえるとこの人の凄さが分かるかもしれません。この攻め攻めがすごい。対して三沢さんもね、黙ってやられるプレイヤーではないんですが、さあどうなるか。マイ管理がここは猫挨拶心折れますね今これは心折れるやつ。ご挨拶がね、度が過ぎましたね今。あ、やばいやばいやばい、さあ中足中足ショック、やばいやばい、これはからの大パン中足潰された。あ、まずいまずい、2X だと潰される。うわ、ダッシュリープ試合が早い、勝ったのヌクチュンリー、流れるような勝利もうということで、ちょっこれ抜き差上がったら決勝地獄だけどねこれこれやばいねさあさあこちらはどうなる。多分ギドラも含めて数あるチュンリーの中でも最もダドがうまいプレイヤーの一人でしょう。そうですね、ダド戦がうまいプレイヤーと、あのこの組み合わせ寝かしちゃえばダドですが、あの終わってるというその一端が多分見られると思います。そう、寝かせればどのキャラでも、まあ、託すから。そうなんだけど寝ないんだ、寝ない、この人は寝ない寝ないし、つい目の前にいますからね、うん、この終わってるっていうのが皆さんお分かりいただけるかもしれません。方翼線からおお、送らせ、さあこれゲージ貯められると相当きつくなるとだったり、体育スピは波山波山でずらしていく。ラウンド2さあダッキングストレートになったが、ここはこれですね、ホパホ出ますね、ホパホ出るで行かない。そうですね、もうこうなってしまうとあとはやることは決まっていると。2本目が溜まると、あーしゃがみくらい。さあこれコークは重なりヒット、ダートコーク、ただこれゲージがない、ダートショートスイング減る、うわー抑制抑制で勝ったのはヌクチュンリー。じゃあアルファワサビ、アルファワサビです。これはチュンリーが勝つさあチュンリーチュンリー始めていきましょうと。こうなるとしばらく、そうですね、ユリアン、ルーユリアンだけが決勝上がってんで、チュンリー戦は続きますね。ダブルヒザ中和小学代々ディープ中足つながっている、元気くん、さあ何もできないちょっと待って、あの他の作業してたらもう終わってんだけど、何も1ラウンド目は抜き、同キャラ戦でゲージ全く同じでラウンドを手段抜きさんと、さあ中足の振り合い、まずは抜き心理裏から100列、そして即三角飛び、画面端にはとどまらないのは状況判断素晴らしい。飛行圏タイミングずらして相打ち、飛行圏ゼロドットでどうするのアルファ、飛行圏がドスに見えるリープで崩すがまだ砲翼がない、あっこれはやばいぜ、出ちまったんでガードですと。さあブロック抜けたのはヌクチュンリーというわけで、三つどもえの決勝がルーマイケルチュン、さあヌキチュンリーバーサスルーユリアン、さあ出し投げ通る、大足
大足。さあ抜きさんね、はい、本人もちょっと言ってるんですけど、はい、ユリアン戦そんなに得意じゃないって本人は言ってる。つってもしんどいんだけどね言ってもね。さあこれは投げ返すような形。ただいろいろとまた通り方が違うかもしれませんが、チワチワよく1回目予想予想大パン発揮対空猫。そしてこれこれですね、完全に投げもすかせるしみたいなね。やっぱりこれやっぱりこれフィニッシャーですね、完全に。開幕相打ちでダメージ変わんねえんだこれなかなかでしょこれ。さあ5番中は翔也がこれ飛べない連携から画面端で取っていく。あー無理あーもうこれ厳しい。実況じゃねえけど無理無理って言っちゃう。さあルーサーしのげるか。さあきっかけが生まれる。ダッシュヘッドで裏回ってガフェ。ちょっとタイミングずれたか。さあまたゲージがないのでユリアンは。そうですね、この一発どうしてこれは。これでかい。じゃあ中盤打ち続けました。いやねこれね本当にバイキルの試合と全然違うから。そうですね、もう同じ組み合わせでもねカラーが違いますからね。人が全然人が変わるとも全然変わるんだよねこれ。さあタックル通る。投げて投げ、そうこれやるとウェイジス関係なくなるんです。リープで崩して、さあ出し投げ通す。さあゲージがあともすぐでたまる。タックルしたいけどそれは読み合いの中で無理して打たないと。さあブロー投げ女子。さあタックレディース、うん、ゲンがウェイジスにかかったのか。膝まで。ヘッドの光は見逃しません。投げから投げで発見こ5番しくじっても崩れません。勝ったのは抜き心理。お互いの大パンチでしたねさあマイケル・チュンリー VS 抜き心理の最終戦。さあ本日決勝戦となりましたと。はい、ちょっとこれは一先ではもったいないですが本日最終試合です。勝った方が優勝。 1P 側のキチュンリー、 2P 側マイケルチュンリー、ね、白黒見てるか。もう、ね、会場これ見たかったって書いてますからねさあゲームブロットゲン。さあプレーではチームメイトですこの2人。なんて凶悪でしょう。そう凶悪ですですが出し投げ倒す。さあ今日の勝敗はどうなるか。ブロッテチュア昇格残んないか。残んないですね。ビーチをかける抜き順に投影のやつ。そうそうまさにそれです。これです。投影の誓いですねこれ。さあマイケルは行かなきゃいけませんが、あいや大きいチワチが強いからのジャンプジャッケ。さあこれやったけどこっからどうする。相打ちゲンで暴れてたか。あーダッシュはさせません。